はい、ということでね、ヌーベルチャイニーズ一品香勝手に東京アラート勝手に東京アラート渋谷の桜川丘って南平台付近の隠れ家チャイニーズめちゃくちゃなんかみたいなのおしゃれなおしゃれで高そうなんですね。大丈夫ですか。どうやらこのお店のおすすめがダチョウ肉を使ったダチョウ料理めちゃくちゃおしゃれ隠れ家チャイニーズなんか大丈夫か。あ、こんにちは。あ、じゃあ、ありがとうございます。コロナの影響受けてますか。あ、もう完全に受けてます。いや、このソース受けそうですね。天井も高いし。やっぱコロナの影響めちゃめちゃ受けてる。うん。お客さんが俺たちしかいない。そうだね。しかも今7時でしょ。うん。本来であれば7時って言ったらね、もうディナータイムのピークかな、うん、だろうけど。よし。はい。はい。いや、ナイス。やっぱ夏ってビールだね。そうだね、ここの喉がいいわ。はい。ダチョウが有名って聞いたんだよね。そうですね。ダチョウはそっちに。ちなみに僕ダチョウ肉食べたこと僕もないですね。あ、もう全然食べたら分かんないと思う。ちょっと落としてちょっとまあ漬物かなこれは。中華料理のお通しというか結構こういうザーサイというかそうね、うん、つけてくるよね、うん、このお通しめっちゃうまい、うん、進む結構このお通しだけでビール全然いける進む進む食欲がまず進む意外とさ安いっていう、ね、価格がそうちょっとビビってるところある意外と価格安かった、うん、すごい高級な店かなと思ったけど最初ここ連れてこられた時にやっちゃったなと思ってすげえ高いクレジットカード使えるかな現場額大丈夫だ高い店かなと思ったけどやっぱコロナ好きとかどうしました緊急の時代にあもう全然ダメでしたねあお店はやってたんですか一応、まあ、お店やって、2、3日ぐらいやったんだけどこれは飲食店を応援する企画なんですかシンプルにお疲れ様ですあプレスようこそプレスようこそ文道と申します文章の文に道で文道です珍しくレアな名前ですよね覚えてくださると嬉しいですオーナー女性なんですかはい中国人いや違います日本人はいああ。だけど結構中国の方は働いてないですからおお、まあ、そうなんですね中国の方働いてないのに割と中華寄りというかあなんかイメージとしては昔のこうラーメン屋さんで、はい、あの今ってこうラーメン屋ですごいいい名前ついてるじゃないですか、はい、じゃなくて昔ってこう中華料理みたいな、はい、中華みたいな感じの、はい、でなんかラーメン屋なんだけどこう中華料理出してそういう中華料理って簡単ですもんね、はい、そこからこうこういう感じになったんでだんだんアップデートしてたんですよ、うん、みたいですねもともとただの普通の中華料理だったみたいですけどね。なんか屋台ぐらいから始めた。ああ、だいぶ出世した。だってここ来たらちょっとビビりましたね。財布の金足りるか。見た感じ高級な感じが半端ない。うん、なんか一回さしか2、30年前ぐらいに高級な感じしようってなったらしいですけどね。あそんな前からここでやってるんですか。そうですね。このお店いつから？お店ここの場所は多分30年ぐらいだと思うんですよ。マジで？僕の猿。豆腐はね、女性に嬉しい成分がたくさん詰まっとるんですよ前回も言ってるからねみょうがとね、一緒に何これあ、おいしい、うん、おいしいもうさっぱりと、うん、やっぱさっぱりしてていいねうん、いいよ、まず夏は最初の前菜に今日はちょっとムシムシしてるしうんいいな、もう吸い出て吸い出ちゃダメだよ居心地がいいなんかそんなに騒ぐ感じのお客さんが来ないからああ実家の時に食べたシューマイは本当にまずかった見るよ、たぶん見てると思うんだけどあれさ、どうやったらあんなことができるんだって言うんだろうちょっと醤油、からし醤油でシューマイいただきますうん、おいしい、うんうん、
うまいでしょ、肉がグワッときて、シューマイ美味しいんだよ、うまい、そう、シューマイっての美味しいんだよ、食べ物としては。これがダチョウ肉のカルパッチョですね。ダチョウ肉きた、あ、こんな感じの見た目なんだ、すっげえ見た目綺麗じゃんすごいすごいね、ダチョウ肉ね、カルパッチョ、カルパッチョ、初めての味だ、初めての、なんて言っていいか分かんない、美味しい、表現できない、うん、初めての味すぎて、あ、うまいじゃん、うまい、うまい、なんて表現したらいいんだろう、これ表現が分からない、うん、初めての食感です、これは、あ、そうです、あんま似た食材がないかも、馬肉をちょっともうちょっとまろやかにしたから、ね、そうね、馬刺しの感じの、そうそうそう、感じのあれはあるけど、多分ダチョウ肉とか店ごとに味違うと思います、ね、癖がないから食べるか、癖はね、ないの、意外と、あ、でも味付け次第みたいな感じですね、うん、結構変わると思いますね、店によって、うん、美味しい、これすげえ不思議な気分、不思議、うまい、ネギと一緒に食う、めちゃめちゃうまい、これネギと塩食ったらうまいもん俺が言ったよ、餃子ですね、餃子なんか醤油だけ、うまっ、あっ、おいしい、すげえうまい、おいしい、うん、うまっ、うん、熱いじゃん、うまい、うまい、肉汁がいい感じ、具材のインパクトが半端じゃない、しっかりとなんか肉汁入ってるね、これね、具のね、旨味がめちゃめちゃ詰まってる、うん、これでもガチの中華料理屋の餃子って本当に美味しいよね、うまい、うん、なんかこういう感じになってます、具材がパンパンにも詰まり倒してる、うん、味が染みてて美味しいな、うまいよ、ね、うん、具のね、こうやってやってるとさ、かかるんだよ、この動画、肘ついてんだね、肘ついて食うなちゃんと座んなきゃいけないでもさそういうの楽じゃん、でもさ、こうやっちゃうよね、飲んでる時って、ああ、うん、酒飲んでてさ、やっちゃうよね、こうね身内で飲んでるわけですか、こうやっぱ肘ついて食べるなってあるんですか、これ、書かれるんですよ、こうやって育ちが悪いな、育ちが悪いな、いや、だからちゃんとやってるんだよ、肘つかないように楽だもん、お疲れです、あ、お疲れです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 、ガチの暇さ加減ゼロです、まあ、来ないです、お客さん一人も入ってもらえ、お昼はその何か来られてるんですね、ディナーの方が暇になっちゃってるんですか、で、そうですね、で貸し切りがでちょいちょいちょいっていう感じで、あ、今貸し切りないよね、そうですね、今その企業宴会とかはやっぱ自粛してますよね、はい、まだ呼べないですしね、そうですね、あんま宣伝もできないですよね、宴会やってますよね空気的に日本も来てくださいとか言いづらいですよね、危ないですからね、これがダチョウ肉、ダチョウ肉のオイスター炒めです、おー、チンジャオロース的な感じで来てる、はい、めちゃめちゃうまそうだ、ダチョウ肉をしっかり火が入れたバージョンの料理ですね、今回は、はい、パプリカ、ピーマン、柔らかっ、柔らかい、うまっ、うまい、普通に食ってんの、マジでお、柔らかいし、柔らかい、ほろほろしてる、たださっきのカルパッチョの時はもうちょっと歯ごたえあったもん、そうそう、馬肉みたいな感じで、うん、今回ホロホロの柔らか、火入れるとちょっと変わるんだろうね、うん、ダチョウって鶏肉に近いっていうからやっぱ馬の肉に近い、馬に近い、うん、筋肉的に走る、ね、走る、うん、いいね、これビールに合うね、やっぱりお酒に合う、なんでも俺は、うまいなあ、ですよね、すげえボリューム満点じゃん、すごい、こんなある、こんな、うん、これで1人前だもんね、これで1人前だから、3つで1人前、うん、
うまい。辛っ。うまっ。どんな感じ？深い。味が深い。うん。うん。うまいですね。辛いでしょ。辛くてうまいでしょ。この辛さいいわ。そう、いいのよ。この辛さちょうどいいな。ちょうどいい。そう、辛すぎたのあれじゃん。でも、うん、いい辛さ。いい辛さ。うん、この辛さの奥にちょっと甘みあるよ。あのタレ作るときにやっぱ甘い感じになったりしたんですよ。何が入ってるか分かんないけど美味しい。黒胡椒。いや結構いろいろ入ってますよ。山椒も入ってる。山椒の味もちゃんとします。うん、美味しいです。これ王道の麻婆豆腐って感じします。インスタ映えしそうな感じのやつがこれだっていうそれが全くないですよ。地味なんですよ。割と王道の中華行ってますもんね。本当に中華だから器も本当に中華だから、うん、派手な感じ。派手じゃないなんですよ、ね、そうそう。でもそれが本当は美味しいんだけどね。そう、それが中華なの。この白いこの皿、うん、マジでこれが中華なの。よくそういう指摘いただくんですけどね。で料理もしっかり王道の中華でね、これじゃない。全然僕満足ですよ。あ、そうなんです。ありがとうございます。多分女子の人とかは映えとか、うん、若い子とかはね、多分そういうの求めるかもしれないですからね。今バイトの子にグラスをもっと派手なやつ買ってくださいって。えまあそうか、若い子の発想だからな。グラスか、派手なやつか。一品香さんはもうじゃ創業30年くらい。いや創業はもっと長いですね。もっと長いか。そう、多分90年ぐらいだと思います。90年そんな歴史あるんですか。創業当初は確か、なんだっけな、新潟かなんかから東京出てきて屋台でなんかやったみたいな話は聞いたことありますから。で、セルリアのとこにあって、で、セルリアのところに構えて、で、立つからってこっちに来て、そんな風に聞いた気がします。そう、90年間1店舗集中型で やられてるんですね。支店だとかもそんな。あ、もうそんな余裕ないじゃないですかね。やっぱ今コロナ、うん、で支店出すっていうのは考えてなかったと思いますね。一点の集中型の、うん、でもこれマンションとかめちゃめちゃ多いからデリバリーとかいいと思いますよ。あ、そうそうそう、そうなんですけど、うん、結構古い人間多いんでデリバリーに変えるとオペレーション回らなくなっちゃうんですよね。ああ、なるほど。やっぱこのコロナの期間になって、やっぱそうですね、そういう新しい人とかもあったりとかできたんで。あ、そうですね、逆に。はい、なんか今なんか在宅になったから、あ、少し客層が変わったりとかするんですね、はい、逆に近場に来るみたいな。それはそれで良かったですけどね。なんか今まで知らなかった人に知ってもらえて、だからやっぱり一番はこの宴会とか飲み会の減ったっていうのが一番ですね。まあそうですね。まあそうですね、宴会、そうですね、宴会でって連絡来ても大丈夫ですかって聞いちゃいますからね。逆に、え、いいんですかこのご時世いいんですか。いいんですか。で、なんかどうせ多分予約入んないと思うんで、結構ギリギリでいいですよ、ね、そんな前々から予約しなくていいですよ。なるほど。結構気にしてくださる方とかいらっしゃるんですけどね、うん、1ヶ月後入れるよ。いいお店なんですね。いいですか。そういうのギリギリでいいです。3日前です。これはそうだから商売向けがないですよね。逆に控えめ、謙虚な謙虚なビジネススタイル。あのお昼で前は100人ぐらい来てたんで、それですごっ。それで貸し切りも入ってなんとか取ってんでみたいな感じなんですけど、でお昼も人数少なくなってきたんで、ちょっと来年までちょっと我慢しようみたいな話してます。そうですね。他人のルールです。ありがとうございます。失礼します。はい、まあ、中華といえばね、こうです。チェンシー。はい、何それ。いや、よくあるんだよな、こうカンフーじゃなくてカンフー。いいね、さっぱり、甘い、甘うまい、うん、
うん、いいよね、これ最後締めに三人同作の酸味がいいんだよね、うまい。はい、というわけでね、大変ビビでした。すいません、じゃあお会計お願いします。あれ意外とめっちゃ安いな、これあんだけ食べてこんなに安い、食べて飲んで。すいません、店長ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。またお願いします。はい、奥にもすごいピアノとかある。マジ？ほら、ピアノある。いや、あれはなんかコーナーとかだったのかな。あ、いい、思い出の品やん、完全に。いや、いや、なんかパーティーとかに使えるのすごいっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Senza TV.